横天影市場横天影市場は中華人民共和国石膏省金貨し東洋市横天地に位置する世界最大の映画スタジオであるジョフミエが設立した横天集団の石膏横天影市場有限講師が所有し運営しているハリウッドならぬチャイナウッドとも称されるジョフミエは石膏省中央部の広大な農地をアジア最大級の映画スタジオに変えた 1990年代半ばから建設が始められ、今なお続く。最近では、延命園の再現建築物が新たに追加された。横天影市場で働くエキストラたちの映画、アイ・アムサムバディが2015年に中国で公開された。横天影市場は13の撮影拠点からなり、総面積は330ヘクタール、建築面積は495,995。 平方メートル。その巨大な規模に加えて、横天影市場以下を含むいくつかの記録を持っている。中国最大の屋内仏像中国最大規模の屋内撮影所2005年の時点で映画とテレビドラマの撮影数が最多横天影市場の最大の建物の一つは、新及び、漢といった初期の王朝様式で建てられた王宮である。この区域は、 今でもこれらの時代を題材にした映画の撮影に頻繁に使用されている。超警防監督は2002年の映画ヒーローで新王宮の背景にこの建物を使用した。真の始皇帝の物語を描いた香港の無線電子ドラマ広新記でも同じ建物が主な背景として使用された。また、ジャッキー・チェンとジェットリーが初共演した。 ドラゴンキングダムの撮影にも使用された。また、大韓民国の人気ドラマ、気候法二つのまな涙の近いの撮影にも使用された。横天影市場にて撮影された数多くの映画は、こういった大規模な映画の撮影現場にて、地元の村人をエキストラとして雇用し、周辺の村の雇用を支えてきた。現在、横天影市場はテーマパークで構成されており、 甲州街、香港街、新大宮、大衆病、民心、宮園、生命浄化となどのアトラクションがある。ありがとうございます。